はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はですね、お客様のヘッドライトの磨きコーティングやらせていただきました。施工中の動画を撮ってなかったんですけどね。無事でね、15分か20分くらい、そんなに時間かかんないでヘッドライトコーティングやっております。今回こちらの担当の、磨きコーティングヘッドライトのね、3000円消費税でやらせていただきました。ほんで今日は、うちの県営自動車がちゃんとで納車業務の方をやってきてもらいましたね。今ね、ほんで戻ってきて、今うちのけんちゃんはね、明日納車予定の AD 版磨きコーティングやってます。もうけんいじはね、もう毎日磨いてコーティング塗ってやってるね。もう毎日だね、毎日で。シガちゃんは、ベルト交換シガちゃんも毎日だね。今日はね、でもタイミングベルトじゃなくて、ファンベルト部分と、テンショナープーリー部分の交換かな、やってもらってます。せっかくやってきたらうまくいきそうですか？いきそうです。いきそうですか？なんとか OK です ね、 ね、やってもらっております。はい、先日もお客様に明日のお茶なんでね、いいね、綺麗に綺麗に磨いて納車の段取り組んでもらいます。やっぱね、せっかくお客様に買ってもらってさ、ね、やっぱりできる限りのことやってから渡ししたいんでね。こちら、いくら働く車といえどね、うちでは、磨きコーティングの方もやってね、内装の掃除もやってから引き落としてます。まあでもどうしてもこれ、この汚れ、ほんでね、落としてあります。まあもうね、どうしても中古車だし、この手のやつはまあ余計働く車だから余計だけどね、もう汚れがつきものだね。この辺のは一缶分ください。非常ルームクリーニングもできる限りやってあります。しんちゃんは磨いてます。暗いから見えないね。はい、それで、あとは、はい、それとですね、ピースで作ってあります来年度のカレンダー、あ、一回ちょっと開いたんですか。まあこれが、まあ、今年のカレンダーだったんですけど、あの大きいタイプのやつね、一番でっかいタイプがな、メモ書きとか書けるような大きいタイプのカレンダーなんですけどね。これで、まあ一回またロールの方に行きます。これ今年はおじで、200枚、作ってもらいました。200枚、こちらね。でカレンダーは、まあ、うちの方で、まあ、これは売り物じゃないんで、まあ、欲しい方いれば、ね、ピースの宣伝になるんでね、使ってもらえればなと思って、こちらのは無料でお渡ししてます。まあ、基本的にただもう200枚しかないんでね、作ってないんで、もうなくなる次第、お渡しできなくなっちゃうんですけども、あのお店の方にね、ご来店いただいた時に、ね、あのカレンダー欲しいんだって言ってもらえれば、こちらのカレンダーは、まあなんだ、無料で一つお渡しさせてもらっておりました。こちら今巻いてました。まあ、ここがね、まあ、ピースの、なんだっけ、あのキッズルームと休憩所としてね、お客様休憩所として使ってたところです。まあ、まあ、ほんとのプルハブなんだけどねまあ一応カレンダーの方もありますんでね、ぜひね、こちらのカレンダー欲しい方いらっしゃれば、郵送動画はねちょっと難しいからさ、店頭に来ていただいたお客様に限り
ね、無料で一つお渡しさせていただきますんで、ぜひ使ってください。こちら、今私の事務所の方に戻ってきました。まあ、こんな感じでピースカレンダーね、あのご自由に使っていただけるようにと思って置いてありますんでね、こちらのは使ってください。ほんでピースの、バスタオル、こいつはまあ随分前の動画で私言ってたんですけど、今2パターン持ってます。まあご成約記念で一つご成約いただいた時にお渡しさせてもらってたやつだったんですけども、これはねうちの方で、まあ、枚数、まあ、かなり作ってあるんで、まあ、1つ、まあ、とりあえず、まあ、1500円で店頭で来ていただいた時に欲しい方いらっしゃれば1500円で販売の方はさせてもらっておりました。この青いタイプのもねバスタオル、この大きいんだよね、これが、まあ、一番最初にうちで作ったタイプのバスタオルなんだけど、大きいの120センチかな確か、このタイプのバスタオルで、もう赤いタイプのはもう全部なくなっちゃったから、この白バージョンと青バージョンだけ在庫あります。こちらのは、まあ、一応お店の店頭に来てもらった時には1つ1500円で販売してます。で、こちらのね郵送でこちらのも一応対応させてもらってたんで、切手でやってもらう時は84円のを20枚ピースの方に送ってもらえれば、お返しの品ってことで、こちらのバスタオルを1つお送りさせてもらっておりました。まあ、とりあえずね今ピースのさカレンダーのフレーズを喋ったから、まあもう一回改めてこのバスタオルのことを喋ろうかと思って今ちょっと喋ってみましたね。こんなところかな、とりあえずはね。あ、なんかねこのバスタオルのやつ今ねうちの嫁さんに言われたんだけど、なんかうちの YouTube の動画のなんだピースのトップページみたいなところなのかな、ピースのところに来てもらってコミュニティっていうの、なんかそこのところにこのバスタオルの詳細明細っていうの、なんかねそれを作ってあるそうです。まあ見てもらえれば、まあ一応バスタオルの方はまあ、もう同じことの繰り返しだけどね、お店に来てもらった時には1枚1500円で販売してます。で郵送でご希望の時には84円切手を20枚送ってもらえば、お返しの品で1枚送ってました。バスタオルで1枚ね。でこちらのカレンダーに関してはこれはね、まあ、店頭に来てもらった方に、まあ、無料配布ということでやってますんで、ぜひ使ってくださいね。もう同じことの繰り返しだな。まあまあとりあえずね、おそういうことで、よし、今ね、事務所から出てきたんで、もう今日は終わりだ、暗くなったから終わりだっつってね、今シカちゃん最後にもう一台、そこのトッポ BGA じゃなくてトッポの、オートテンショナーとファンベルトの交換をやって今日の仕事は終わりにします。もう暗いからね、もう終わりだ今日は。あそこのバイクもねオークションでヤフオクで売ったやつね、こちらのもありがたいことに落札してもらったから。あと別に喋ることないんだね今日。あタイヤあった、タイヤね、もうそろそろ外レスの時期になるからね、このタイヤも一応中古のやつは1セット1万円で売ってます。軽自動車用のやつね。ただもう14インチの在庫がないです。13インチ、165-55-165-6513ですね。もうその在庫しかないですね、中古のやつは。新品のやつだったら、ある13インチは65-13も80-13もあるね、14インチもある。ただホイールがもうない、タイヤの販売はできるんだけどホイールがもうなくなっちゃったね、14インチは。あでもね、また買い手屋さんの方にお願いはしてあるんで、13インチ、14インチ、中古ホイール、また、月末か来月頭ぐらいには入れてもらいたいなとは思っていたところでございます。またね、新しくホイールの方入れてもらった時に、改めてホイールの方も動画の方撮っていきます。もうほとんど13インチしか在庫なくてね、もう一回ちらっと映そうか。この辺は14インチだけどボロボロなんだね。あんまりね、これ、お金払ってまで
このぐらいのボロボロになってね、嫌だよね、多分ね、うん、13、 13はね、綺麗なの結構あります。13はこれも14だけどね、ちょっとボロボロだな。これも14だ、ボロボロなんだよ、14はね。塗装してみんのもいいかもしれないね、塗装ね。今度ホイールの塗装やってみようかな、たっちゃんさんお願いして、ね、いいなそれな、相談してみよう、うん、13は綺麗なの結構ある。まあこんなとこかな、とりあえず、まあ軽自動車の中古タイヤセット、中古アルミタイヤセットは1万円、中古の、ホイールに、新品タイヤセットは2万円に消費税ってことで販売をしてます。まあ、低価格車専門店ピース、車のごどもタイヤのごども何かございましたらご相談よろしくお願いいたします。バイバイ。